みなさんこんにちは、イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。駄菓子屋引き物系第62弾、アワダ機動戦士ガンダム電子フィルムです。あ、電子フィルム初めてでございます。一体何でしょう。ご説明書いてあります。電子フィルムの使い方、フィルムを持ちこすってください。フィルムに静電気が起こり、ガラス、紙、木などいろいろなところに吸い付く新しいフィルムシールでございますということですね。静電気の力でひっつくシールだと。さすが天田さん、無半券のね、偽ガンダムとはもう全然違う、全然違う。前にあったあのタラコ唇ガンダムと全然違うやないか。タラコ唇ガンダムがわからない方のために、はいどうぞ。これが無半券のタラコ唇ガンダムでございます。これとはね、全然違いますよ。さあ、それでは早速1枚目からいってみましょうか。これかっこいいな。あ、これちょっとやってみようかな。果たして本当に静電気でつくのかどうか。こする、こすったらタラコ唇ガンダムの横に、お、つくやないか。すごいな。すごいっちゅうかな、すごくないんだけどね。面白い。これは質もいいからいいんじゃないですか。期待できそうです。さあ、それでは1枚目いってみましょう。スロットシール、間違ってないか。はい、おっ、ダンキャノンちっちゃ、ガンダムの顔ぐらいしかないやん。いやー、これはすごいですよ。ちょっとおおほほ、ドップとガンダム、これはね非常にいい。おっと、グッドガンダム、いいんじゃないですか。色もちゃんと、あれ2枚入ってる、2枚重なった。え、重なってないのほら。おラッキー2枚重なっていました。なんたるラッキー。ほっ、おっと、ナイフルで狙ってるとこですね。いやちょっと出来がいいな、これは。もったいないな、開けるのは非常にマジで。ラとアムロです。もうペラペラなんですよ。そりゃそうでしょ、フィルムなんですから。シャア専用ギルググとガンダム、いいですね。お、キャン、キャンとガンダム、いやーかっこいいな。これはね、面白いことが何一つ言えません。あ、いったかな、表紙の音シャン。ダビケ、マジか。これほんとね、アニメに使ったあのあれみたいな、なんていうんですか、アニメの。おお、すごいとこ切り取ったね。これまだ合体途中のガンダムです。こんなシーンあったかな、忘れちゃった。お、記憶に新しい、赤いです、赤い。記憶に新しいって初めて見た人はわからないですね。僕の動画知ってる人なら、アッガイは記憶に新しい。色もしっかりクリアでね。あ、ん、あー、バルカン撃ちか。バルカン撃ってる。ガンダム。あ、ハイパーハンマーやったっけこれ。この引き物は引いて大正解。あ、初めて出てきました。シャアさん。ダクトシャアですね。これは何やったかな。リグロ、リグロじゃなかった、何やった、忘れた。お、一緒かな。ドドドドとガンダム、お、じゃん、お、一緒、ドドドドガンダム。お、これは初めてかな、シャーとガンダム。はい、お、ガンダムのみ、お、フォーファイターとガンダム。おっと、これはキラやろ、キラ的存在やろ。これはかっこいい。ガンキャノンとガンタンクが光っておられます。ちょっと納入されたばっかりみたいな感じでしょうか。これはキラやで。リュウとアムロ、はっ、おララースン、いました、ララースン。
ガンダムとなんか宇宙船、ほっガンダム車、ほっおっとブライトガンダムホワイトです。これ1枚20円以上の価値あるで、マジで。ほっあ、マゼラン、ほっおっ、これも嫌やな。来ました、これはまたまたかっこいいツヤツヤしてます。グフのこれはかっちょええで。はい、ガンダムとはっガンダムだけちっちゃいな。銃こんな銃も取ったやん。ラスト1枚、あーなんかもうちょっと引きたかったな。これ今までの中で結構当たりの方なんですよね、今年は。はい、最後ちょっと待ってー、ガンダムでした。最後これか。まあいいや、なんかね、被りも少なく、非常に出来がいい。これとこれはほんまやばいでしょ。ガンダム好きなら、この2枚は本当にかっこいいですね。ちょっとテレビに貼ってみようかな。どうでしょう。テレビにスパッと貼れる。はい、ということで、駄菓子屋ヒロの第62弾、あまたの、キロ戦士ガンダム、電磁フィルムでした。これ引いた後、次、引けへんな、なんか変なやつ。これはいいですよ、本当に。それでは、皆さん。